からすごい笑い声が聞こえてこなかった。いろんな人の部屋の声聞こえるやん。の部屋からだったんだ。やだもうちょっと壁分厚くしてあげて。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、久々に電話がない。え、今回誰も、もう子供とかおらんかったっけ。なんかすごいちょっと拍子抜けした感じなんやけど今はい、マンション見てこう。ラブラブだな。とりあえず友達マークと遊びたいマークが多い感じかな。おーおー、なんか足どんどんしてますけど、イライラしてますね。うんうん、どうした。みくると喧嘩しました。みくるちゃん、まあまあ落ち着け、仲直りして。このイライラも沈めてください。うんうん、未だに出てない全然出てない。アンパンどうぞ。いただきます。ほいほい、どうすか、早いね食べるの。結構美味しかった。気分が落ち着きました。うんうんうん、仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。りんちゃんなんかいろんな行動が素早いね動きが早い。この間はごめんなさい。どうすかね。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったです。お礼にこれもあげます。はいはい、実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。キャラクターずつは好きじゃありません。うわー、なんかもうあれやねきっぱりはっきりした感じですね。りんちゃんいいと思うよ、かっこいいよ。はい、そして、おーっと、レイさん、どうしたどうした。腹が立つことがありました。ふんふん、腹が立つことが。ユリと喧嘩しました。おお、腹が立ちます。ふんふん、まあまあ落ち着いて仲直りしてくださいよ。チーズだね、チーズで宇宙へ。チチチチチチチーズどうぞ。いただきます。はいはい、よしよし、いいよいいよ。うまーい、うまーいよし、これで。超大好物だったようです。車押しつきました。うんうん、仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい、頑張って。仲直りできるかな。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。大丈夫そう。うん、行きました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。よかったよかった。これ多分今回は2組かな。実用品旅行券をもらいました。ありがとう。今日が辛くても明日はいいことあるさって考えるタイプです。いいよ、いい感じ、前向きで大事よね、ポジティブシンキング。そしてもう多分おらんかったと。うんですね。よし、たっくん入ります。一緒に遊びませんか。
遊びましょう、遊びましょう。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。よし。表情が変わらねえ、こっち。取って取って。あ。ああ普通にすっと負けた。残念でしたね。くぅ。また遊んでください。はい。お願いします。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。ああ。昨日、夜更かししてしまいました。あ、私も同じく。昨日ね、夜中の3時ぐらいまで起きとったけん、めっちゃ眠いんやけど。はい、枝豆どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？え？まさかの、苦手だったようです。枝豆？そんなに？マジかー。美味しいのに、枝豆。豆嫌いな私でも、好きやのに。はい、そして、アススカちゃん。入ります。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。トランプ。おお、2回目か、ババ抜き。よし。こっち？よし。めちゃくちゃ表情に出るタイプやった。おめでとうございます。一つだけあげます。どれか選んでください。それじゃあ、一番、小さいので。だから、ガラス細工をもらいました。ありがとう。これってどれが一番？ハニワか？夢がいっぱいあった方が、人生、楽しいと思います。まあね、若けりゃ若いほど。間違えた。間違えた。それじゃあ、お好み焼きを、どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。はい、そして。うわ、めちゃくちゃ元気。超元気なんですけど。いいね。テンション高いっすね。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。すじゃんじゃん入れてって。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。そして、ミニュース見てこう。5時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。恐ろしい事件です。何？洗濯物の上で昼寝をしていたアミシー氏が誤ってアイロンがけされてしまいました。ひー。アミシー氏はお世話になってしまいましたが、お湯をかけて3分待ったところ元に戻ったということです。いいね、簡単な感じでお手軽。珍しく私も感動しました。感動することなのかはちょっとわからないけども。意外ですね。意外とは。はい。小児のミニュース。祭りがお伝えしました。ありがとう。はい、そして夜市やね。よし。お客さん、運試ししてみない？楽しいよね、夜市。いらっしゃい。買いましょう、福袋。バイバイ。なんかああいうとこでもさ、一人じゃなくて二人で歩けるのとかあったらいいのね。はい、一つ目の中身は？服、巻き下ケネルシャツワンピが入っていました。お、いいやん、いいやん。二つ目の中身は？お宝、鍵盤ハーモニカが入っていました。そして三つ目、最後。食べ物、カツ丼が入っていました。また来てね。おぉ。最後の最後で。服がぐじゃぐじゃになりそう。お、男子会が開催されてるよ。そういえばこの前、のみさんの部屋から謎の話し声が聞こえたんだけど。謎の話し声とは、そんないろんな人の部屋に聞こえるほどの。みんなそんなに壁薄いんすか、あのマンション。やだな。今のままで十分だよ。うんうんうん。そんなに背
低くないよ。おお、みんながちゃんとフォローしてるな。そういえばこの前、てっちゃんの部屋からすごい笑い声が聞こえてこなかった。いろんな人の部屋の声聞こえるやん。てっちゃんの部屋からだったんだ。やだもうちょっと声分厚くしてあげて。あのさ、しあ…やだな、そんなにボロいの、こんなにでかいのにそんななんかちっちゃいアパートみたいなね、なんかよく聞くけど、話し声まで聞こえるの嫌やな。一人暮らし向けのマンションとか結構あるって聞いたことあるけど、学生の時。はい、ユニポンちゃん入ります。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。はい、遊びましょう遊びましょう。食べ物お宝シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問、これは何でしょう。ほん、何カレー、生ハム。答えは生ハムでした。うん、なんか端っこにちらっと見えたメロンが。シルエットクイーン第2問。第2問、ででん、これは何でしょう。おーっと、餃子。答えは餃子でした。よし、シルエットクイーン最終問題。最終問題、ででん、これは何でしょう。もうさっきからお皿ばっかりやん、どういうことよ。え、枝豆。答えは枝豆でした。わかりづらいんよね、そのものの形にしてくれるかな。3つともじゃなかった。おめでとうございます。嫌がらせだ。1つだけあげます。どれか選んでください。じゃあまた一番小さいので。お宝鈴をもらいました、ありがとう。鉄なの部屋って居心地が良くって普通の家あります。いいねいいね。まあでもね、ちょっとゆうとさんが心配になるかもしれんけん、あんまり男の人の部屋でくつろぐのはやめてあげて。はい、天ぷらどうぞ。いただきます。はいはい、どうすか。まあまあ美味しかった、よかったよかった。ユニポンちゃんは全部で揃っとんよね、大好物系と苦手系。誰かに連絡しだした。せつなさんのとこでも行くんかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、今回の男子会でこのマンションがめちゃくちゃボロっちいということが分かったね。結構な高層マンションやと思うんやけどな。